ワンピースキャラで履歴書を書いてみた。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気に来ましたね。来ましたね。何ですか。ついにこの回が。ついに誰も思ってない。思ってない。皆さん、一度は書いたことがあるんじゃないでしょうか。履歴書ですね。履歴書ね。やっぱあのこのバイトの面接だとか就職活動だとかされた方ね、いると思います。まだね、まだの方も中学生ぐらいまだかな、うん、でもあの例えば高校生とかもうね、書いたことはあるでしょう、うん、これをちょっとワンピースキャラで書いてみましょうよ、うん、なるほどね、企画でございます。なるほど、それでいきましょう。お願いします。まあ、履歴書、はい、まあ、氏名ですね、もちろん、うん、で生年月日ので男女、うん、まあ、住所とかはね、まあいいか、出身の海とか書く、うん、そしたらね、そうしよう。で、まあ、メアドは勝手にこっちで作ろうだから、うん、ね、作ろう。で、電話番号あって、で、まあ、学歴、職歴はだからいいよね、今までの経歴だよね、キャラね、経歴で ね、うん、で、免許とかあるからね、資格、あ、資格、この辺はだから適当に、ここら辺は遊びどこじゃない、うんうん、免許、資格とかね。で、志望動機よ、ね、何にやるかちょっと今から決めましょう。どういうとこに行くかね、行くかって、どこにこれを出すかって決める。なるほど、なるほど。まあ、通勤時間だ、この辺は遊びますね、はいはいはい、で、本人希望記入だ、なるほど、集合希望とか、なるほど、そういうことですよ、うん、なるほど。まあ、保護者はいる場合ね、引いたキャラにもね、うんうん、はい、じゃあこれやっていきましょう。お二人どこでバイトしたことあるんですか。俺トイザラスでバイトしたことあるトイザラス、あとファミレス、パチ屋、パチンコ屋、時給高いからファミレスのキッチンとかにします。じゃあ、あーいいね、さん、あ、俺ファミレスキッチン、あ、もうキッチンだったらねもう決まりか。僕ミニストップでやったことありますよ。あ、お、じゃあミニストップどんどん好きなキャラで描いちゃっていいですか。そしたら高橋さんも全然好きなキャラで合わせてもいいよ。いいよ。あ、俺でもランダムなんか俺生まれそうだな、何か。あ、じゃあ高橋さんランダム、うん、俺ランダムのいいな。じゃあプロロロポンで、うん、いくよ。じゃあまあそのキャラは後でもちょうどってことで、うん、はい、え、俺どうしようなんかいや、ちょっとでもマイナーかな。いや、俺ランダムで今引いたら結構結構マイナーだけど、俺このキャラでいくよ。じゃあ、OK、ちゃんと浮からせてあげてくださいよ。そうだね、そうだ、浮かんなきゃいけないんだもんね。そうですよ。でももうその行く先は決まってんだよね。そうです、ミニストップと、うん、ロイホロイホね、いいよ、ロイホで行こう。じゃあロイホなの。次以来書いてないですか、履歴書。俺ね、その集英社の公式の時に書いたのが一回、そう、バイトする時の。だからめっちゃ久しぶりに書いた。あるよ、俺いつだろう、24号に1回書いたぐらいかな。24号か。めっちゃバイトの面接をしたんだよね、あの時。対応者行ったもん、動画を始めるから自営業ってカッコつけたの。まだ食えないんですって書いてたの。それは落ちるわ理解はできないもん、多分その頃特にだってまだ2013年でしょ。 YouTube やるんでは25年、うん、入れたくないよね、その時はまだね、うん、いや、何何何怖いってなる、まあ、YouTube とは言ってないよ、もちろん言ってないけど、うん、自営業とは言ってたの全然できてないもんね、自営業。そう、全然できて食えてないからねやっぱあれがいけなかったな。あれか、今令和何年、1年あれ1だよ令和元年でしょ。元年は0だよね。元年も1でしょ。あれ1だ、1だよ、1だよ、0じゃない1だよ。平成元年って俺らためだよ。次の人は平成2年じゃない、だから平成元年って0、 1じゃないの。1か、1年だよね。急に怖くなっちゃった、なんか。じゃあ、はい、あ、1。できた。文字書けるんですね、ケイさん。文字は書けるよ普通に返したいや、今いじりに来たのに怒ったのかと思った怒って急に怒っていや、そこ、もしかしてそこかと思った怒らせる、地雷そこかと思った地雷を見ちゃったのかと思ったよ違う違う、どういうこと物書きなんかあったどういうこと、どういうこといじりに来たの、いじったらどういう意味なんだろうとオッケー、書けました。できたよ。じゃあちょっとコントみたいにやります。コントいいよ、面接ね、面接ね、面接ね、ちゃんと面接するんでしょ、うん、はい、じゃあいいですか、はい、電話するところから始めるそこは当日からやってくれえ、そういうコントになってるそういうボケみたいになってるあ、そうなの、違う、いらないよいいんだよ、あ、そうなの、もう当日からで、コンコンじゃないですか。じゃあ僕はあの店長、正座しとこうか、ちゃんと一応。あ、すごい偉い。いいですか、はい、次の方どうぞ。コンコン、どうぞ。失礼します。
軽じゃん。軽じゃん。全然軽じゃん。あ、そっか。そのキャラっぽくじゃないの。難しいからな。ざっくりでいい、ざっくり。失礼。誰誰失礼。失礼。あ、どうぞ。はい。じゃあ、よろしくお願いします、今日は。よろしく。敬語できないやつ。怖っ。よろしくお願いします。履歴書多いですか、ちょっと見させてもらって。こちらです、お願いします。はい、いただきます。はい、名前がドンキーホーテドブラミンゴくん。はい、そうです。あ、よろしくお願いします。お願いします。はい、昭和53年10月23日生まれ、うん、41歳、はい、男性。はい、なるほど。ミニストップに。はい、ありました。よろしくお願いします。こう見るとすごいな。出身がドレスローザ王国ってことでいいですか。はい、なるほど。メアドが闇のブローカブローカーじゃないですね、闇のブローカーなんですね。アットジメルとか初めて作ったもので。なるほど。今までやっぱりちょっと部下がいたんですよ。ああ、なるほどなるほど。初めてちょっと自分でメアドアドレス。コンビニのバイトとかは初めて。初めて。なるほど。コンビニ自体は初めてです。なるほど。まあちょっとそう、応急とかはコントロールしてたんですけど、まあちょっとコンビニが初めてなんです。なるほど、はい、バイトが今回やってみたいと。はい、で、番号が090-1101-1011。はい、これは伊藤伊藤です。なるほど。はい、学歴なんですけど、はい、天竜人としてマリージョに生まれる。あ、天竜人だったんですね。そうです。あ、天竜人。はい、なるほど。うち初だわ、天竜人の人。本当ですか。はい、はい、で、伊藤伊藤の実を食べてる。はい、なるほど。うん、弟を殺害する。弟を殺害したんですか。一回え、いろいろあって、やばいですね。喧嘩しちゃって。うちコンビニですよ。はい、でもすごい。喧嘩しちゃったんです。なるほど。喧嘩して弟殺すんですね。はい、世界政府を脅し、桜花七部会に加入。はい、あ、七部会も経験されて。そうです。世界政府も脅されたんで、だいぶ政府の言葉だから分かってます。あ、はい、その情報じゃあうちにくださるってことですね。なるほど、分かりました。採用していただけたらいいですよ。採用していただけたらなるほど。はい、インペルダウンに入る。はい、捕まってますね。ちょっといろいろあって服役中できたやつね。いや、一応だから出れました。あ、出た。一応出てきたということで。出所して初ってことですね。そういう形でお願いします。観察はまだついてますね。はい、保護観察まだ使う時点まで職は大事ですからね。はい、うちに来ていただいたと、はい、ありがとうございます。はい、医師免許取得されてるんですね。自分の内臓自分で縫います。あー、なるほど。一応です。一応だからちょっとまあ、はい、ちょっとセキルートじゃないんで、まあ一応なんですけど、はい、自分の内臓全部自分で一応その治療はできると。できます。だからお客様ちょっとあの怪我しちゃったとか、まあ、怪我しちゃった、応急処置もうスパッと、もしね、はい、授業の方とかもそうですけど、はい、切れちゃった時とかはすぐ縫うことできるんで、はい、あ、それは助かりますね。はい、コンビニでね、すぐ対応させてください。なるほど。はい、覇王色、武装色、見聞色、はい、とのみ書いてあるんですけど、これは一応これは多分一応ですね、はい、覇王色っていうのはですね、はい、気絶させることができます。気絶、うん、なるほど。そこにいる人コンビニ出てなかなかいらないと思うんですけど、はい、でもやっぱ資格としては書いてた方がいいかなと思って。役立つかどうかは分からないんですけども。なるほど、はいはい、分かりました。はい、一応いろいろとそので見聞色っていうのはちょっと一応こう周りの察知とかできるんで、はい、そこは気が使えるんじゃないかな。あー、一番コンビニでもちょっと役に立つんじゃないかなるほど、なるほど。思ってます。志望の動機、はい、特技、好きな学科、うん、一度接客業をしてみたいと思いました。アイドル見てる。アイドルがやめたのに今まで何も知らない人だよね。社会経験してみたいみたいに。人を管理することが得意です。はい、特技はそれです。あ、特技なんですね。管理、はい。これどうやって管理するんですか。まあ本当に普通に指示を出して動かすこともできますし、はい、最悪言うこと聞かない場合は恐怖とかコントロール操れるので、一応操ることができるんですよ。僕も特に言うこと聞かない人も操れます。操れるんですか。はい、パラサイトいろいろ作るだけですね。はい、脅せますんで、はい、通勤1分でこれ作るんですか。はい、雲を掴んでシュンシュン飛ぶと近いんで、ね、その分。なるほど。はい、だから渋滞で遅れるとか僕車通勤じゃないんでないんで、あ、必ずその時間にはちゃんと行ってます。1分ですぐ来れる。もう電車が止まるとかも考えられないんで、はいはいはい、はい、大丈夫です。扶養家族13人もいるんですね。はい、いたりとかファミリーがいてすごいいますね。一応みんな今ちょっといろいろあったんで食えてないんですよ。はい、なるほど。配偶者はないけど、うん、扶養家族は13人です。そうなんです。あ、ファミリーめちゃくちゃいるんですね。ファミリーがいっぱいいるんですよ。養わないといけないファミリーが。わかりました。うん、なので本人希望記入欄、週5くらいで出勤できるなかなか
入れます。なかなか入れますね、はい。最終的には、管理職希望なんですね。管理職希望でやっぱりここから成り上がって、まあ成り上がってさせていただければ、はい、あ、管理も特技ってことでね、私がやればすごく利益をもたらすことができるんじゃないかなと。このままでの実績を見ていただければ分かると思います。いや殺してるし人、うん、まあちょっとそこは一回言うのは過ち、はい、そこはちょっとあったんですね。ぜひ目をつむっていただければなと。わかりました、はい、ありがとうございました。はいはいいや、面白いね。人殺してんののとこめちゃくちゃ本当にコントみたいになったけど弟殺害してるやばっ。こう思うとドフラミンゴやばいね。すごいでしょ。 G メールも撮って G メールしっかり撮って、闇のブロッカー自分でやる気に入ってんだ。気に入ったよりやってたんですね。そうです、そうです。なるほどなるほど。そうだから意外とね面白、まあコンビニだとまあこんな感じですけどね。徒歩1分のとこいいねちゃんとキャラの良さが入ってるとこねすごいなんかキャラの要素ちゃんと詰め込まれてたんで、ちゃんと本当はこれも書きたくなかったんで嘘をつかないとなと思ったんで本当に入るの後々バレた時にちゃんとね言ったもんね。あの今出たばっかりして言ったもんね。そうそうそう、ここ観察中って言ったもんね。やっぱ社会復帰もしていかないといけないからインペルダウンからのコンビニバイトやばいなパンチがすげえ強すぎるよマジで。いや面白いわ、こういうことですよ。はいはい、はい、じゃあ面白い、ドフラミンゴすごい面白かったよはい、じゃあ僕はファミレスのバイトです、はい、うん、ファミレスね。ファミレス、ファミレスの役職は別に決めてない、はい、ファミレスに、はい、君がファミレスのだから店長ね。店長さん、ロイヤルホストっぽくお願いします。ロイヤルホスト俺も分かるねまあまあなんかちょっとね、はい、おしゃれというか高価なファミレスね。はい、コンコンコン、ただー失礼します。あまあまあまあ失礼しますはい、どうぞ。失礼します。はい、アラバスタ王国から来ましたイガラム、まあまあまあイガラムと申します。よろしくお願いします。イガラムさん、はい、あ、よろしくお願いします。履歴書あります。はい、こちら履歴書を書いてきました、はい、よろしくお願いします、はい。昭和44年の12月6日生まれ、はい、50歳。50歳です。あ、50歳なんですね。50歳で、はい、住所が、グランドライン、はい、アラバスタ王国、はい、アルバーナ宮殿、はい、アルバーナ宮殿から王国にいたんですか。そうです、一応護衛隊長をやらさせていただいてます。隊長さん、はい、あ、じゃあなんか戦いとか戦とかしてた。そうですね、はい、その中の一応ファミレスなんですね。隊長なんで、はい、なるほど、はい、なるほど。携帯の番号があるんですね、はい、090-1666-6666、はい、何ですかこれ。これ、イガラム、うん、で、あと6は全部紙です、うん、紙が全部6みたいだったんで6ですパーマ。そうです、僕パーマの6になってるんで。なるほどなるほど、そこがやっぱりメアドが、はい、イガラッパ PPA。 じゃあイガラッパッパですイガラッパッパです。なるほど、はい、あと G メール気に入ってるんで、あの技名気に入ってるんで、あ、 G メールでそこは、はい、取得しました、ね、取得されて、はいはい。一応ですね、現住所以外に連絡先希望する場合っていうのがあって、はいはい、ネフェルタリコブラ、はい、国王に一応連絡してください何かあった時は国王に、国王に、はい、国王には仕えてるんですか今も。そうですね、一応今も副業ですか。そうですね、一応副業になってしまった。ただ全然こっちに本腰入れてやれるなるほど、はい、携帯番号一応国王のもいただいて、はい、090-51-52 です、ね、5265、はい、コブラコブラコブですなるほどなるほどですね、はい、学歴ね、はい、1999年、はい、アラバスタ王国護衛隊主任と、はい、すごいじゃないですか。はい、就任しました。すごい経歴ですね、はい。2011年世界会議レベリー、随行、はい、レベリーに行ったことがあります。世界会議って言ってますか、はい、レベリー、4年に1回開かれるレベリーにも行ったことがあります、はい、なんでうちのファミレスなんですかね。いや、ちょっとファミレスでもちょっと働いてみたいっていうのがありまして、はい、すごい、はい。2015年バロックワークス潜入経験、はい、なんですかこれはバロックワークス、はい、バロックワークスという組織がありまして、はいはい、まあいろいろちょっとうちの王国がいろいろあったんですよ。テロ組織みたいなもの。そうですね、乗っ取られそうになったんですよ。ほう、アラバスタ王国が、はい、そのバロックワークスに乗っ取られてしまうというちょっと事件が最近ありまして、はい、その時にちょっと敵側のスパイもちょっと潜入も経験があります。スパイもできるの。できます。すげえ。潜入経験があります。なるほどね。そこで働いてほしい。なるほど、はい。で、2013年ウイスキーピークにて賞金稼ぎ、はい、賞金稼ぎもやってたんです。やってました。あそこでウイスキーピークという街があるんですけど、あ、そこでアホみたいな海賊が来るんで、なるほどなるほど、そいつらをちょっと締めて、
締めて稼いだと、はい、でバロックワークスにスパイをやってました。で今年また世界会議に行ったんですよ。ハイレベルまた行きました。すごいっすね、はい、なんでうちに来たんですか。ちょっとやっぱりファミレスドリフォー好きなんで、いやドリフォーが好きです、はい、一応免許の資格ですね、はい、アラバスタ王国護衛隊長ということですね、はい、あさっきのさっきのそうですね、隊長でございます。一応これね資格というかあるんですね、はいはい、あーなるほどなるほど。志望動機、はい、特に好きな画家、まあね、志望動機の頃は、はい、ウイスキーピークでの海賊の歓迎経験、はい、を生かし、ホール受付を担当したいです、はい、サックスが特技で強盗も追い払えます、はい、あ、なるほど、はい、海賊の歓迎。そうです、あのウイスキーピークっていうのは、うん、海賊たちに、うん、あのお酒を飲まして、うん、でそのまま賞金稼ぎっていう形だったんで、あの歓迎はすごい得意なんですよ。え、その後じゃあぶっ倒したんですか。その時はね。そう、その時ですよ、はい、ロイホではやりません。あ、やらないでロイホでは一応やりませんが、はい、その時みたいに、はいはいはい、歓迎はすごく得意なんで、なるほどなるほど、いらっしゃいませーっていうのはすごい得意なんで、なるほど、はい、で悪い人だったらすぐ、そうです、サックスからもう銃なんで、あれ銃、うん、はダメでしょ。銃はでも今の時代は、じゃあ大丈夫なタイプにします、ね、大丈夫な、大丈夫タイプで、さすがに銃刀法違反だから、はい、うん、一応それで追い払います。なるほど、はい、強盗が来てると通勤時間、はい、2週間かかります。ちょっとアラバスタから来るんで、やっぱグランドライン超えるとなるとやっぱ2週間ぐらいもらわないとちょっと。え、ってことは、え、積み込みですか。え、そうですね、で実際積み込みになると思います。積み込み、はい、でもやただ1回来るの2週間かかります。やっぱ通うんですか、それとも。まあちょっとそうですね、そこは要相談さ、要相談、はい、もし店舗で寝れるとこあるんであれば。一応社宅ないんだけど中野ですもんね、中野の場所だから。グランドラインから中野、2週間かかっちゃう。毎回2週間、2週間、2週間おきに出勤、そうなってしまうかもしれないですね。まあそれがちょっと住み込みでできるのであれば、はい、わかりました、はい、利用家族ゼロに、はい、で配偶者はゼロ。配偶者います。あ、配偶者、あのテラコッタという妻がいますので、はい、奥様がいらっしゃる、はい、で配偶者の扶養義務でもないんですね、はい、一応彼女も、一応給仕室でね、給仕長やってるんで、アラバスタの給仕をやられてるんで、なるほど、はい、サックスの演奏希望、はい、受付で、はい、いや、いらないですよ、うちは。いや、BGM があると思うんですけど、ジャズバーじゃないんで。いらないんですか。ないんですか。いらないですよ。ロイホンないです。仲間のロイホンないんですか。いらないですよ。あ、一応まあでも必要があればっていう、例えばハッピーバースデーとかもできますんで。なるほどね、ハッピーバースデーのサプライズとか、もし必要であれば、その、あ、仲間のロイホンすげーっていう、なるほど、ちょっとね、ちょっとその、面白い社員がいるぞってできますね。なるほど、なるほど、はい、アラバスタが財政難のため、はい、週7で入れます、はい、でもさっき2週間かかるって言いました。だから2週間かけて来て、うん、まあ、週7ぐらいいっぱい働いて、うん、ちょっとその時はまた要相談で行きますんで。なるほどね、一応その週7も可能です。なるほど、住み込みで、ホール受付希望ですが、はい、キッチンも可能、はい、うん、デリバリー配達か、はい、が必要であればペルを呼びます。はい、ペル、デリバリーが必要であればペル呼びます。え、うち一応バイクとかなんですけど。いや、鳥です。鳥、鳥呼びます。鳥が配達してくれ。はい、友達なんで。え、すごい、はい、え、その人、あ、部下なんで、まあ、はい、時給はいいんですか、その人分。まあ、いらない、まあ、ちょっともしもらえんであれば、まあ、じゃあ、2人雇わなきゃいけないね、じゃあ、ね、そうですね、また連れてきます、そしたら。そういうことね、はい、一応、だからこれ、紹介もできますね。なるほど、はい、そういうことですね、はい、おーい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとう、あ、ありがとう、あ、あれ、まあまあまあ、ありがとうございました。それ、いらない。え、うるさいから。ごめんなさい、これはちょっともう、それはそれ生理現象なんで、やめてもらって、採用ができない。採用してください。あ、まあまあまあ、採用してください。それちょっとうるさい。採用してください。はい。何これ、やめろ。これで面白キングオブコント出たら1回戦だよ。いけない、いけない、ワンピース分かってないからね。そうか、いやー面白いね、これ。なるほどね、こういうこと。ふざけたくなるね。ふざけたくなるでしょ、これ。ふざけたくなるわ。アラバスタか、アラバスタからちょっといろいろ考えて帰ってきました。なるほどね、はいはいはい。意外にどうしようかと思ったけどね。あ、でも意外といけるぞと思って。意外とかけると思って帰って。やばいな。なるほどね、これおもろいですね。面白い、これいろんなシチュエーションでいろんなキャラでやってみたい ね, ね, ね、できるわ。なるほどな、これは面白い。で、ちゃんとこれは伊賀のあれですから、漢字の方は偉大なる航路って書いて、振り仮名にグランドラインって入れてるんです。そこ褒めて、ちゃんと。すげえやつ来たな。で、これさ、今の時期から満50歳で考えると昭和44年生まれなんだよ、伊賀。だいぶ幼かったから。なんか昭和で書かれるとすごい、なんかいやすごいインパクトで、ね、ドグラミンおっさんですよ。ねえ、なるほどね。
ちょっとこれ面白かったんで、うん、もう一回やりたい、うん、もう一回そう別のパターンとかでね、なるほどね、別のパターンとかでいろいろやってみたい。はい、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あ、みんなもなんかあのこのキャラのとかあれば書いてください履歴書ざっくりと、もしあればよろしくやめとく、いいじゃん、書いてね書いてね、よろしくー、明日も楽しもう、またね面白い、だからお願いお願いします、チャンネル登録。